はい、えー。ということでね、あの今回はですね、えー、2017年、えー、ということで、えー、今僕のこのパソコンの画面を映させてもらってるんですけども、えー、今回はこの2017年、いよいよこの3月に、えー、プロ野球の開幕が、えー、迫ってます。でまず、今回はこの、ごめんなさいね、これ自分の画面のなんかいろいろ映りますけど、この辺のことはちょっとまあ、 ちょっとと置いといて、えー、今回はですね読売ジャイアンツですね。この読売ジャイアンツのまず今年2017年をちょっとあの自分なりに、えー、語ってみたいと思います。はいえー、と去年と打って変わってここのまあこれ読売ジャイアンツのオフィシャルウェブサイトを今見てるんですけどもコ、えーチの方。えー 見ていくと、えー、去年と変わらず、えー、監督の方これ、高橋由伸監督、えー、去年と変わりません。えー、と昨年、まああのー、大きくひ、あのー、1位の、ね、広島カープと離されて、大きく2位に沈んだわけですけども、ジャイアンツ、今年は必ず、えー、優勝しなければならないということで、えー、オフに30億円というお金をかけて、えー、と大放棄をしたわけですが、えー、そんな中、今年の2017年、開幕オーダーローテーション。 そして、この監督の夫人スタッフですね、この監督コーチのスタッフ夫人、えー、どういうふうに変わっていくのかっていうことを、まあ自分なりに語っていこうと思います。で、その中で、えー、まあ、あのー、もちろんこれ僕の、あのー、偏見というか、あのー、個人的にこう思ってるよ的なものが、まあ入ってきますけども、まあ、そのあたりに関しては別に僕の言ってることが必ず正しいというわけでは、これはないので、 えとあんまりこうファンの方とか、えー、気分を害さないように、えー、聞いていただければと思います、えー、とちなみに私これ多分読売ジャイアンツ以外もあのもしかしたらやるかもしれませんが基本的には読売ジャイアンツファン です、えー、とただ、あの今回こういう戦力を語ったりとかってする部分の中で、えー、と一プロ野球ファンとしてこれ語らせてもらうので、えー、と巨人の選手をなんかこう大きく評価しすぎひいしているだとかっていうことがあのできる限りないようにしようと思いますので、えー、よろしくお願いします、はい。あくまでファンとしては巨人ファンとしてではなく、えー、プロ野球ファンとして語らせてもらいます。でままあ、この人を、まあ まあ監督が吉野部監督、またヘッドが村田真一ヘッドコーチという形でこう並んでいるわけですけども、去年と打って変わって、この監督、コーチ一軍というところをまず見てもらうと、去年まであのこの中にはいなかった方がいます。多分おそらく二岡智博打撃コーチ、この方、多分あの前年度一軍にいなかったと思います。多分そうだと思いますけど。 ごめんなさい、えーまあ、あのかつてこの読売ジャイアンツで背番号7今超野選手がつけてる番号かな、えー、つけてた遊劇集で、えー、坂本選手と一緒に二遊間を組んでた時期もありますが、えー、まあいろいろ、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあ、2009年あたりここら辺ですねこの辺のあたりで、えーまあ、とある、えー、女優さんかな,なんかこう問題を起こしてそのオフに。えー トレードされる形で、えー、あれかな、マイケル・中村選手かな、とトレードされる形で、えー、日本ハムに移籍したっていう人でございます。はい。で、この仁岡選手が、仁岡選手じゃなくて、仁岡コーチが、えー、前年度多分2軍の打撃コーチだったんですが、今年から1軍の打撃コーチになりました。はい。これがなんか一応、スタッフの、まあ、大きな変更点といえば大きな変更点です。 ちなみになんかあの去年もあんまりこう、まあ、村田選手、阿部選手、うんまあギャレット選手がそこそこ打ちながらもやっぱり頻だっていうことには変わりなかった巨人。えー、今年はこの新岡選手が1軍の打撃コーチになってどう変わるかっていうことがまあ変わってくる。でその中でなんか村田真一コーチが一部ではあのまあヘッドとしてなんか無能なんじゃないかこの由伸コーチとのまあ信頼関係がまあ成り立ってるので。 まあヘッドっていう形になってますけど村田新一コーチがなんか巨人のこの暗黒,じ暗黒時代というほどでもないですけどまあ巨人の不信は村田新一コーチのせいなんじゃないかとかまたこの高橋由伸監督がまああのよくこうベンチで腕組んでんつ立っ,ってて見てるだけなんじゃないか全然動かないやつは由伸は無能なんじゃないかみたいな感じであの一部のファンから言われてますけどその辺のことはちょっと。 何 <laughs> とも言えないですが、まあ、吉野部監督もこの年、まあ、コーチ経験もほとんど打撃コーチだけでこれ2年目になるので今、えー、年巻き返しを図れれば、まあ、去年でも2位だったんで初年度にしては優秀だったと思います。でその中で大戦力を与えられた今年、えー、と大きなプレッシャーもかかるとかと思いますが、まあ、うまくここを優勝させてくれるんじゃないかという期待はかかってます。 で仲良しの井端コーチとか村田慎一コーチのこの首、首って言ったらあれですけど、まあ、ここが残るか、来年度2018年に残るかどうかっていうのは今年の成績にかかってる。えー、ジャイアンツは今年必ず優勝しなければなりませんね。監督、コーチ、2軍のスタッフの方いきます。でまあ、相変わらず2軍のコーチとかはちょっとあまり変わりないですが、多分おそらく外から小坂誠コーチが入ってきたと思います。 えと小坂コーチといえばロッテで活躍した、えー、守備走塁コーチですが、えーまあ、2006年から巨人、えー、また2009年から楽天、日ハムと渡り歩いた、えーまあ、ロッテのイメージが僕の中では強いですが結構こう渡り歩いた方ですで。今年から多分2017年から巨人のコーチに復帰というか巨人のコーチになりました。はい。えー、っと、それから まあ、この田代コーチが大きいですよね。田代コーチも、えー、今年からかな違うか去年からか。まあ、去年、まあ、この田代富夫コーチがあの前々年2015年に、えー、打撃不振に陥ってた巨人を去年ちょっと村田の復調もありましたけど、それはこの田代コーチの,、まあ、あの助言やらがあったんじゃないかっていうように噂されています。えー、と非常にこの田代富夫コーチ、優秀なコーチでして。えー まあいや僕も詳しいこと知らないんで何も言えないんですけどまあ非常にいいコーチっていう噂だけはかねがね聞いております。で他はどうだろうな金城コーチとかが多分前年度三軍のコーチだったのかなと思いますけどどうなんだろうな。 まあ記憶の中では全度三軍コーチなのでその辺の情報をちょっと書いてないのでえ近所コーチにもまあ期待したいところです。はい。まあそんな感じで。えー、で、これ三軍の方です。えー、三軍の方、えー、まあ川合正宏監督を含め、えー、このような方々になっています。うん。はい。で、監督コーチ巡回の方で、まあ、内田 純コーチえー、このコーチが非常に大きいと思います。えー、とこのコーチは2015年から入っていますけど、この内田巡回打撃コーチというのも非常に力のあるコーチです。はいまあ、いよいよ、えー、ジャイアンツも、えー、打線強化ということに、えー、努めていかなければならないと、はい、いうことです。 はいといととうことで投手見ていきましょう。えー、投手一覧、えー、ここにたくさんの、えー、戦力はいますが、今年から加わった、えー、戦力、まず、えー、森福正彦投手、えー、この方は、えーまあ、前年度までソフトバンクにいて、こ今,今年のオフにフリーエージェントで巨人に入ることになりました。えー、と入団当時から、えー、今あの、副長のし兆しを見せている巨人の背番号18番、エース杉内手や投手。 のまあ後を追っかけてというか、憧れてという形で、またこの巨人という、このジャイアンツのユニフォームを着て、今年からプレーすることになりました。左の中継投手で、前年度ソフトバンクではワンポイントで使われることが多かったんですが、出番、出場機会を求めてえ巨人に来たという形に多分おそらくなると思います。前年度の防御率2.00。 前々年度が5.82と低迷しつつもまあ見ての通り安定した数字を常に残してきたピッチャーですー前年度も50試合登番のまあ交代官僚32勝1敗の16ホールドということで素晴らしい2.00という成績を残して、まあ 前年の活躍した選手、えー、この貴重な左の中杉投手が巨人に加わることによって、えー、今あの酷使されていますが、えー、山口哲也選手、えー、もちろんここ山口哲也選手とか利根選手っていう左のピッチャーがいるんですけども山口選手もこう長年の、まあ、疲れというかな。 まあうん、鉄腕ぶりを発揮してはいるんですけどやはりそろそろあの年齢も高年齢に差し掛かってくるしやっぱり投げすぎだっていうこともあるので山口選手を、まあ、休ませてあげる意味でもこの森福選手の存在が今年から大きくなってくるんだと思います、えー、巨人では、まあ、ロングリリーフも含めて、えーまあ、おす中継手前の、まあ、マッシューシソン、えー、また、えー、守護神の沢村選手に、まあ、つなぐ 貴重な左の中継ぎとして森福選手が多く登板してくれるとジャイアンツもまあ非常にピッチャーが楽になるとなります、はいまあ、こうざっといろんな選手いるんですが、まあ、沢村選手、大竹選手などもそうですが注目したいのは、えー、杉内投手です。えーとまあ、あの前年度、全然こう試合には出れてないんですが、えー、まあもちろん背番号18をつけているのもありますし興奮、えー、非常に復調の,の兆しを見せている。 まあ、かつてはね、成績がとりあえず見てわかる通りなんですけども、こう勝利数だけを見ていっても、えーまあ、2012年は12勝、11勝、10勝として、まあ、2015年が十6勝、2 0 1五年が6勝、二千十六年は0勝に終わってしまったんですが、まあ、見ての通りり、142勝している素晴らしいピッチャーです。えー、今年はまあ股関節かなんかのこうなんか故障があってで、去年は全く出れてなかったんですが、今年はなんか復調の傷、本人も。 あのまともに試合に出ていれば二桁は勝てるんじゃないかっていう自信すら今はあるみたいなので、えっ、ー、と多くのファンはこの杉内選手の復調に期待しています。はい。えっ、ー、と今年巨人が優勝するかしないかはこの杉内選手の復調も大きく関わってくると思います。杉内選手が十勝を計算できるピッチャーになってくれると非常に、えー、巨人としても楽なんじゃないかと。 でまあ、菅野選手、マシソン選手は養子として新戦力、えー、吉川光雄選手です。えーまあ、吉川光雄選手は、まあ、日本ハムから太田大志選手との、まあ、トレード。これ2対2のトレードになるんですけど、えー、日ハムの方は、えー、誰だったかな石川選手か。石川選手、石川慎太選手でしたっけ。石川選手と、えーまあ、おこの吉川選手がセット。えー、でこちらの方は。 まあ、砂賀選手だったかな砂賀選手だったクモン砂賀選手んっっっっかもしんない。ごめん。太田選手と、まあ、セットでトレードというくも選手だったかなやっぱり、はい。そういう形で吉川選手が来ました。かつては日本シリーズの MVP 選手にも選ばれたような選手で、えー、とまあ88年の4月6日生まれということで、まあ、今しゃべっているこの私とほぼ同世代ということになります。 えー、非常にいい左ピッチャーだと思うんですが、ここ最近成績が振るっていません。まあ、見ての通り分かると思いますが、えー、まあ、日本ハム、3.66の防御率でスタートしたものの、えー、ピークが2012年ですね、14勝5敗、防御率1.71で活躍したで、その後もまあ、安定した数字は常に残して、まあ、3点台から4点台の防御率をさまよっています。えー、と、まあ、11勝2015年にして、2016年に7勝6敗。えーまあ 二桁ギリ計算でできるるようなピッチャーではあると思いま,す、はい、まあデータだけを見るとまあどうかなっていうのも思いますけどちょっと年々四死球が増えつつあるのかなっていうことでコントロールにまあ不安を抱えてはまあいますがまあ非本塁打もまあ徐々に多くなってる年もまああったりとかもするので何とも言えないですがまあ あの戦力として十分計算できるピッチャーであることはこれは間違いないので心強い存在が一人加わってくれたっていうふうに思ってくれていいと思いますただやっぱりファンとしては、えー、と太田選手太田大志選手がねあの日ハムの方に行ってあまだ活躍してくれればいいなっていう気持ちもありますがやっぱり太田大志選手の持ってるその潜在能力というものを巨人で生かしきれなかった、まあ、日ハムでこれ覚醒したら本当皮肉なもんで あのファンとしては複雑な思いもありますが、まあ、吉川選手を取れたということで、巨人ファンもある程度は納得しているんじゃないかなというふうには思います。ただやっぱり、一番としてはちょっとやっぱ太田選手の覚醒というものを、まあ、日ハムで期待しつつ、やっぱり巨人でどうにか活躍してほしかったなという思いも、まあ、あります。内、は、海、い、選手、そして新戦力、畠誠秀選手、えーと、ドラフト2位のルーキーですね。 えー、近畿大学附属福山高校から、えー、巨人に入団しました、えー。ドラフト時にねあんまりこう名前が知られてなかったっていうことからあのー、まあ 誰っていう声も、えー、多々ありましたが、えー、怪我さえなければドラフトの上位に普通に食い込んできていいような選手だったということです。まあ、今年も非常に僕、このルーキーの中では畠選手のことを、あのー、まあ期待しておりましたが、まあ、やはり、えー、まあこのキャンプで,です、ねあのー、大きく怪我をして、今3軍に確か落ちているようなので <laughs>、ちょっとどうなるのかなというところです。ただまああのー まあカットボールと、おそらくチェンジアップなどをた扱う選手だったっていう風うにまあ聞いてますけども、コントロールも非常にいいですし、力のあるボールも投げますから、150キロを超えてくる球も投げてくるので、非常にいいピッチャーだと思います。で、うまくはまってくれれば、あ今年のまあ後半ぐらいには、ローテーションの一角を担えるような選手になれるんじゃないかなっていうのも思いつつも、やっぱりまだまだ時間がかかるのかなっていうのが本音ですね。はい 宮国選手、西村選手、桜、まあ、井俊樹選手もまあ今年、去年のドラフト1位かな去年おと年、うん。まあそこら辺は良しとして、まあ、田原選手、マイコラス選手、で今年新戦力、谷岡達平選手。えー、と谷岡選手には僕、この高校時代から大きく期待をしています、えーと。今年、えー、まあ96年生まれなので、まだそんなにあの年齢はいってないんですけども、まあ、21から2かな。 ととところだだ思思うんですすけど、えー、まあ非常にいいいピッチャーだと思いま,す、えー、まあ先発っていう考えをするとどうなのかなっていうのは思いますけど短いイニングであればすぐにでも戦力になれる選手だっていうふうには僕は思ってます、えーとまああのー、そんなにスケールの大きいピッチャーっていうわけではないですが、えー、非常にまあのー、またまたピッチャーで、あのー、まあパワーピッチャーというわけではないですがあまあ短いイニングを本当に抑えてくれるんじゃないかな <laughs>、はい、すいません、はい、谷岡選手でした えっとそうですね、山口俊選手、えー、これ大きいですね、今年の FA で取った山口俊選手、一部のファンからすれば、なんであんな人を取ったんだろうっていう人もいると思います。えー、ドスコイと呼ばれてますが、えー、これ、父親が確か、えー、お相撲さんだったんじゃないかなっていうふうに記憶しています。えー、山口俊選手、で番号42、あの前年度までアンダーソン選手が付けていた番号ですが、アンダーソン選手は残念ながら確か退団してしまいました。えー、まあ非常に、えーまあ 後ろの経験もありますが、えー、前年度もそうですが、完、ま、投、あ、数とかが多分多いのかな、まああのー、長いイニングをとにかく投げれる選手ですので、えー、中継ぎ投手を休ませる意味では、えー、とてもいいと思います。えー、と防御率の方も、まあ、6点台っていうところも取ってるある、のー、時もありますが、まあ、0点台、1点台とかっていうこういう時期もありますし。 まあ前年度2016年ですね、2.86防御率、11勝5敗ということで、初めての2桁勝利を記録しています。ただ、問題なのはやっぱりコントロールのところで、この辺見てもらえば分かるんですけど、2014年には60個、2016年、前年度も44個ということで、かなりフォアボールの多い選手です。それと対照的にデッドボールはそこまでという感じですが、フォアボールが本当に非常に多い選手。 はい、基本類打もまそこそこあるので決して球が重いピッチャーというわけではないような気はします、えーまあ、ただ勝率前年度まあ6割8分ということで、えー、d n a のエースとして一応活躍しましたただ d n a で、えー、移籍してとていう形を見ると、あのー、記憶に新しいのは やはり門倉選手というのがえー、お昔あの移籍してあの活躍できなかったっていうことがありましたが、えー、それとあのかるところがあります。やっぱり、えー、ジャイアンツというチームは、えー、他のチームよりもまあ、マスコミにあのいろいろこう聞かれたりとか、ファンがこう。ファンの注目がやっぱり強かったりとかするチームなので、ちょっとあのプレッシャーに弱い選手。要はメンタル的に弱い選手は活躍しにくい環境にあります。 えまあその中ででもこの山口選手というのがまあ新しくこの山口俊選手が加わることによって中継ぎ陣を国使設に住むえーローテーションを回せるということがえ期待できるので山口選手はとにかくあの勝ち負けにこだわらずあの投げ切ってくれさえすればあの戦力として十分計算できる選手なのではないかなとううままとにかく長いイニング投げてローテーションを守ってとっていうことを大事に考えてほしいなという、は。い でまあ、アルキメデス・カミネロ選手、えー、今年から入りました。えー、前年度パイレ、マリナーズですね。その前、パイレッツにいたようなんですが、まあ、マックスが160キロを超えてくる、まあ、162キロぐらいかなっていう選手です。あの非常に速い球を投げてまして、これはもうストレートに関しては、今、日本ハムにいる大谷翔平以上と言われるような、えー、力強いストレート、パワーピッチャーです。ただ、やっぱりこれ、データは出てませんが、やっぱりコントロールが非常に、このキャンプを見てる限りは、ものくそ悪い。 選手です、えー、とにかくストライクが入らない、えー、ストライクの枠に収まらないっていうことはもう相当なコントロールの悪さをしてます、えー、ただ、えー、力強いストレートと、まあ、あのそれにそれプラス、まあ、力強いスプリットを持っているのであのコントロールさえハマってくれれば、えー、日本のバッターはなかなか手こずるんじゃないかなっていう風な感じです 一応、中継ぎ抑え、まあ、特に抑えとして期待されていますが、えー、ジャイアンツにはカミネル選手,がい、ま、カミネル選手じゃなくて澤村選手がいますし、まああのー、外国人枠の関係で一応ギャレット選手クルーズ選手マギー選手そしてまあマシュソン選手マイコラス選手などもいるので外国人枠の関係で出番が果たしてあるのかというところですがやっぱりこう本場のメジ,ャーリーがメジャーリーグから取ってきた選手なのでうまくそこにはまってくれるとまあいいかなというふうに。 193センチ、111キロということで本当に体格のいいピッチャーですよね。はい、期待したいですん、まあ、今村選手、与那原選手、えー、山口哲也選手、まあ、池田俊選手ですね、えー、池田俊選手、ヤ、え、マ、ー、ハから、えー、入団しました、まあ、左の、そんなに背丈は高くはないんですけども、まあ、非常にこれもまとまったピッチャーで、えー、すぐに中継ぎで投げられるんじゃないかなっていうふうには僕は考えています。 えー、今年の谷岡選手、池田選手がうまくはまってくれると、巨人は左の貴重な中継ぎ、左の中継ぎピッチャーが、えーまあ、利根選手が、まあ、いますが、若手の左の中継ぎピッチャーがなかなか、えー、いないので、この池田選手がはま、えー、ってくれると、本当にいいかなというふうに思います。えー、と前情報、あんまりちょっと入っていないので、わ、えー、かりませんが、本当に戦力になってくれるんじゃないかなっていう期待を、えー、抱いてます。 まあ、トネ選手、えー、そして高田法生選手、えー、松坂2世の,あの、今ソフトバンクにいる松坂大輔の2世の呼び声高い高田法生選手、えー。というのも、やはりこの高田選手というのは、えー、松坂大輔のフォームを完全コピーをして、えー、154キロ、マックス154キロですね、高校生で投げた選手になります。今はか確かオフで、えー 則本選手楽天の則本選手の、えー、フォームのコピーを、えー、してますけどもあの本当に人の真似をするのがものすごく完全コピーということで上手い選手です、えー、創始学園高校から、えー、巨人に入りました、えー、背番号は53番です、えー、この選手は今年出てくることはないのかもしれないですけどもまあこう新人王のダークホース的な存在になってくれるっていうのが あの嬉しいところですけど多分今年出番ないんじゃないかなっていうふうに僕は読んでますうん高田選手にむしろ出番が回ってくるようだと巨人投手陣もちょっと怖いなっていう感じですはいはいでまあ新戦力大江流星選手えー、まあこの選手もえー、何これ左投げのまあ中継ぎピッチャー てしてまあ、期待すする選手ですねこの選手も一応、えー、高校卒の選手になるので今年の出番は多分おそらくないでしょう。あのまだコントロールもあの確か荒削りですので、えー、まだまだっていう感じですね。はい、まあ田口選手はもう言うことはありません。ね、まあ、中川昂太選手も結構いいピッチャーですね。うん、辰巳大輔選手、で長谷川淳選手、そして今年。まあ サプライズ指名、ドラフト7位、えー、非常に2メー,ター1センチ1 2 5キロというあの体格を持っています、えーまあ。この選手、一応、この台湾かな、台湾の大谷翔平と言われるような選手で、えーまあ、投手能力もさることながら、打撃能力、もこの体格を生かした打撃能力っていうのも、えー、すごくて、えーまあ、台湾の大谷翔平ということで、えー、二刀流の選手でございます。大学時代はね。 昔は、こ、この、えー、高校の時は、ま、まあ、日本にいたんですが、その後、パイレーツ、ルーキーリーグのパイレーツに入り、台湾、かね、海南大かな、を出て、えー、巨人に入りました。えー、サプライズ指名、この選手も本当に150キロを超える重いストレートが、まあ、武器で、うん、あの、非常にいい選手だと思いますが、やっぱりコントロールが何クソ悪いという、あの、プロのレベルでは、これは今のところないので、まあ、育成枠のような、 ものでしょうただやっぱり体格には魅力がありますし将来大きく、えー、育ってくれる可能性あります。はい、でまあこの篠原慎平選手っていうのがちょっと今年この篠原選手が2015年に入った選手なんですけどもこれ育成の選手なんですがあの非常にスライダーがあの篠原慎平いいっていうことで1軍この辺 入ってくる可能性あります、えー、巨人のこのイースタンリーグでも1.71という防御率も,もう記録してますし去年、まあ、16試合ですけどね、えーまあ、上上がってくる可能性がね本当にある選手です香川オリーブ・カイナースから、えー、入ってますが、まあ、育成ですが育成上がりでもしかしたらこの左、ね、右投げですけど上がってくる可能性あるんじゃないか本当にスライダーがいい選手なので期待したいです これ坂本選手とか山川選手とかいますがちょっとデータがないので高い卓選手もそうですね育成の選手ですがデータがないのでちょっと堀岡選手とかまあ土田選手がまああの3育成に落ちました八島選手橋本篤郎選手などこう大竹秀吉選手などまあソリマンメルセデス選手田中大輝選手、まあ、アダメス選手などいますけどまあこの辺の選手のことはちょっと えー、データがありませんので、えー、今日は触れないということで、はい。あちょっと待って、ローテーションのことを話してない。えっ、ー、と、まあ、あくまでこれ予想ですけども、菅野選手がローテーション、これ、もう中心になってくるのが分かるんですが、他にも、まあ、何人か先発ローテーションの、まあ、選手がいると思いますが、ここで、菅野以外に先発ローテーションで多分、おそらく入ってくるのが、山口。 俊選手、この辺は確定だと思います。まあ、今、3軍で怪我して3軍に落ちてますが、この辺は確定なんじゃないかなと。山口選手。で、まあ、杉内俊哉選手、内海選手、あたりのベテラン勢も含め、えーまあ、これで4人ですけども、櫻井選手もまあ7塁を上げてくる。でもやっぱりマイルズ・マイコラス選手などが安定しているので、まあ、この辺かなっていう感じです、はい。そうだよね、そんなもんかな。 まあそんなもんかな。うん。まあ高木隼人選手なんかもそうですよね。うん。で、あとは田口選手、去年の。まあ、この辺りがローテーションに入ってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、抑えはやはり沢村宏勝選手。で、中継ぎにはやっぱり田原選手、宮國選手あたりがやっぱり、あのー、 中中継ぎの中心にになななっっててくるんじゃいいいかううふうに思いますここに森福選手を左含んで、まあ、山口選手、復、え、調、ー、の兆しのある西村選手なども含んで、まあ、んこういうような布陣になるんじゃないかなっていうのが僕の読みです。と、はい、いうことで、えー、キャッチャー、えー、キャッチャー、えー、全体で、えー、まあ9人しかいません。でこの中で、えー、注目したいのは、やっぱり正捕手、去年、えー、長くやりました小林誠二選手、えー今年の。今年のオフは一応打撃の方で、えーまあ 阿部選手の指導も受けながら、えー、打撃がなんか、開眼したっていうか、復調したっていうことで、えー、打撃の方にも、まあ、期待したいところです。 でこの小林選手以外に、まあ、相川選手、んね松選手のベテランがまあ支える形になりますが、まあ、よく言えば松崎選手、宇佐見選手、木屋敷選手あたり、ここら辺のまあ3人の選手が、この第2キャッチャー、第3キャッチャー、あわよくば西洋星に食い込んでくるようだと違うと思います。松塚選手は打撃もいいので、松崎選手がここに帰ってくる可能性もありますが、やはり今年、 いいっていうあの監督のお墨付きなのが宇佐美選手だからこの2人で正捕者争いをするよっていうのが、まあ、事前の報道としてありましたただ木屋敷選手がことのほか今年いいらしいので木屋敷選手あたりが食い込んでくるとキャッチャー事情もよくなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますはい、はい、内野手です えー、内野の方は本当にいろんな選手がいるんですが今年注目なの,のはやはりドラフト1位吉川選手、えーまああのーまあ、中京学院大からこう入って、えー、もともと中日ドラゴンズかどっかに入る予定だったんじゃないかなっていうふうには。 まあ思いつつもドラフト1位です。えー、背番号0をつけてますが非常に期待されてます。高い守備力を持っていて足も速、えー、いのですぐにレギュラーを取ってくれるんじゃないかなという期待をする、えー、感じです。えー、ここ2塁の定位置に吉川選手が食い込んでくると非常に面白いことになります。 まあえー、ファーストの方なんですけどもファーストの方はほぼ阿部選手で固いんじゃないかなと思いつつケーシー・マギー選手が入ったので、えー、噂の通りサード村田修一選手、えー、ファースト阿部選手のところにケーシー・マギー選手が入ってマギー選手が阿部選手の位置を取るか村田選手の位置を取るかもしくは代打に甘んじるのかは分かりませんがこの三角の中では阿部、えーまあ、選手が代打に 行ってマギー選手と村田選手、ファースト、サードということで、やる方が巨人的にはいいのかなと思います。安部選手、怪我への負担、怪我する可能性っていうか、まあ、けが、ね、こう、負担をかけると怪我をしてしまう選手なので、えー、やっぱりマギー選手がファースト、えーと、サードが村田選手っていうのが僕的には理想なんですけども、まあ、安部選手も高い打率を、えー、去年もマークしていて、えー、まあ、ファースト集中っていうことで打撃力が、 まあ、増す可能性っていうのもなくもないので、この安倍選手はやっぱりヨバニースワな選手なので。ここら辺はどうかなと思います。で、その中で決まっている、完全に決まっているところとしては、去年の首位打者。えー、坂本勇選手、これもうキャプテンなので、レギュラーはほぼ固いです。坂本選手が怪我した時のことを、まあ、考えなければいけませんが。えー、そのことに関しては、まあ。まあ、置いといて、えー、と、ここで争うのはセカンド争いがかなり激化していると。 まあ藤村選手もまだあれですしクルーズ選手も外国人枠の関係さえ留意さればセカンドに入ってくる可能性は十分にあります。まあ、でも主にやはりセカンドで争わなければならないのはやっぱり吉川選手、山本選手そして片岡康幸選手の3人あたりなんじゃないかなとほ、まあ、他にもいろいろ選手はいますがここはやはりえ山本選手 と吉川選手のののになるっていうのが僕の見方です、えー、本当は片岡選手にここに入ってきてほしいんですがやっぱりここ最近の成績を見てると巨人も育成を進めなきゃならないということで去年、えー、多く出てる中井,中井選手や山本康弘選手、えー、もしくは今年のドラゴン吉川選手がうまく活躍してセカンドにハマってくれると面白いなただやっぱり打撃だけを重視するのでやはりクルーズ選手が2塁に入ると大きいかなっていうふうにも思います。 えー、外野の方です、えーまあ、たくさん選手いますが、えー、立岡選手もいいですね、そして今年二2塁に挑戦している重信選手、えー、この選手も非常にいい選手です。はいまあ、このあたりもいい選手なんですが、まあ、おそらく確定枠といってはあれですが、長野選手と陽大幹選手に関しては、まあ、センター、ライトでほぼ確定で、あとはレフトに誰が入ってくるかという話ですが、えーで、やっぱり前年度、ホームランをあれだけ打っている関係あって、ギャルト選手が本命なんじゃないかなというふうに思います。 ただ、ギャレット選手の代わりに、ここに橋本選手や亀井選手、うん、また立岡選手などがここに入ってくると、巨人の外野がまあ厚みを増すと。まあ、ギャレット選手、守備に負担、あのー、ちょっと不安があっても、やはり打撃力を重視したということならば、やはりギャレット選手が本命なんじゃないかと思います。羊大感選手の守備力を考えれば、まあ、前年度よりはあのーまあ、ギャレット選手の守備力が仮になくても、なんとかできるんじゃないかなというふうには。 とい,、はい、いうのが、まあ、巨人の、えー、今年の、まあ、感じなんですけども、まあ、皆さんはどう考えるか分かりませんが、うんまあ、今年巨人が結局優勝するかどうかというか、まあ、去年と比べてよくなったらは、まあ、中継ぎの、えー、足りないところを、まあ、埋めていったそして復調、えー、の兆しのある選手がいる。 でまたあーのーまあ確かに育成はちょっとどうなのかなというところはありますが、まあ、去年よりも打線の厚みというのは増えたと思います。打線の厚みというかまあ控えの厚みが増えたただやっぱりあの感覚的にはあのちょっと大打陣、えー、打つ方ですねこれ控えの野手というものがあのまあ気づいている方も多いと思いますが。 あの足が速くてそこそこミート能力のある似たような選手があの非常に多いと思います。えー、パンチ力あるというかパワーのある選手が非常に少ないので一発のある選手がやっぱり少ない、えー、その中でやっぱりあのホームランの打てる代打、えー、の選手っていうものが出てくるとやっぱりチームとして変わってくると思います。でそれががやっっぱり太田選手に期待だったんですが えー、太田選手がいなくなったので、えー、そこでやっぱり期待したいのは、えー、この岡本和真選手です。今年は外野も、えー、挑戦しますが、あのーまあ、このキャンプでもいい成績を一応今残してますし、えー、と2軍では文句ない長打率を誇っているのでこの岡本選手がうまく台、えー、でないしレギュラーにはまってくると、えー、ジャイアンツの優勝が見えてくるんじゃないかなというふうに思います。えー、カープの方も、まあ、黒田選手、まあ、精神的支柱になってますけどもこういう選手 がまが、あ、いなくなったとっいうこともカープにとってマイナスですしまた、あのーまあ、去年優勝して、えー、ほとんどの選手が多分キャリアハイという形で、えー、大きく成績を伸ばしてると思いますでキャリアハイをやっぱり出した年の次っていうのはなかなか同じような成績を出すとか自分の成績を超えていくっていうのが非常に難しいので。 まあ、特に新井選手とか、あのー、広島の新井選手とか、また鈴木誠也選手、このあたりがちょっとできすぎてたのかなっていうことも、まあ、あったりとかするので、まあ、十分巨人の優勝の可能性っていうのも今年あるんじゃないかなっていうふうに見ています、えーと。6球団のもうこれ見た順位予想という形は、今ここ、あえて出せませんが、私は巨人はもう A クラス入りは確定のチームだと、これは思ってます。戦力的にはね まあ、もちろんあの戦力だけではこれ見切れないので何とも言えませんが、まあ、ケイシーマラギー選手も思ったよりははるかに打てそうな感じを今出しているので、まあ、少なくとも去年と同じ順位もしくは優勝という形になるんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、本日は、えー、こんなお話を、えー、聞いていただいてありがとうございました。ま、たこれジャイイアンツの公式サイト の方でまたジャイアンツの選手の成績などは確認してみてはいかがでしょうか。えー、多くの読売ジャイアンツファンの皆様、今年は、えー、ジャイアンツの優勝を大いに期待していい年だと、えー、僕は思いますので、えー、皆さん期待しましょう。ということで、えー、ありがとうございました。